王公文王公文は中国の政治家、四人組の一人、中国共産党中央副主席を務めた。1951年、中国人民解放軍に従軍し、朝鮮戦争にも参加した。1956年に兵役を終え、上海第17面暴食工場保安課に就職する。 1966年、上海17綿棒石工場の労働者革命、造反司令部、司令になり、上海市の造反派の指導者となった。1967年の上海、人民公社設立の際にその立役者として活躍し、その後で、上海革命委員会副主任に選ばれた。1969年には、党中央委員に選出され、中央に移り、 翌年の1970年には労働者、代表団を率いてアルバニアを訪問している。毛沢東の調和を受けて1973年の十全前大会では、党副主席、党政治局常務委員に大抜擢された。4人組の中では最年少だったが、党内の順位は最も高かった。分割中、工場労働者から党副主席まで異例の大昇進を遂げたため、 ヘリコプター昇格とも言われた。ただ、1974年には、東商平の人を副首相就任反対を二度に、渡って、毛沢東に進言したが、逆に、毛沢東の激凛に触れて、王公文の方が自己批判をさせられるなど、その長愛は絶対的というわけでもなかった。毛沢東の死後、1976年10月6日に、文化空派からクーデター的に、 4人組の一人として逮捕された。1977年7月、10期三中全会で党籍を剥奪され、1981年1月、最古人民法院特別法廷の林評4人、組裁判で終身刑の判決を受けた。1992年8月3日、肝臓疾患により、極中死した。ありがとうございます。